なるほどね。はい、じゃあいただいていきたいと思います。はい、今回は、野毛のエリフジのカレーです。エリフジ、エリフジですね。三種相掛けカレーが1000円でございました。うわー、すごい、こうなってますね。南インドのカレーです。あ、すごいですねこれ。あ、なんかこの容器だけでも申し訳ないぐらいいい感じで、大盛りですこれ。こっちは、そっちは普通盛り、うん、あの同じもんですね。はい、大って書いてありますね。大、これは大盛りですね。これも大って書いてある。え、嘘、本当に、うん、ああ、あれだ、中身があれってことだね。こっちが、こっちが、あ、なんか下結構ドロッとしてますけど。ドロッとしてますね。はい、行った方がいいですか。はい、あ、いや、いい、うん、もう強引に行ってしまいましょう。わかりました。はい、あれでしたね。はい、下結構あれですかね。大丈夫そうです。大丈夫ですかね。はい、わあ、これは美味しそうだ。え、何、何言った。これじゃあ普通盛りの方、はい、すいません。3種の相掛けを、はい、まあね、だからこんなに分けて入れてもらって、うん、なかなかなパッケージの手間がかかりますよね。はい、これがご飯ですね。ターメリックライスですかね。で、これキーマかな、うん、で、これチキンかな、うん、で、これ、あ、レモンが入ってます。これレモンとお魚のカレーですかね。はい、なんかね、あの野毛のカレー屋さん、カレー屋さんというか、なんかバーっぽい感じだったんだけど、曲がりカレーじゃないみたいね。夜はやってないんです。のカレーです。ポキポキするやつは入ってないんですか。これはそのお店とは違いますね。あ、はい、うん、あのポキポキ食べたいでしょ、うん、ね、あれ俺も食べたい、また初めての食感です、うん、なんだろうね、あのなんだろう、割れるもう少し硬いストローみたいなを食べてるみたいな感じ、うん、なんかね、なんとも難しい表現ね、うん、はい、じゃあ食べていきたいと思います。はい、楽しみ、楽しみですね。これなんだろうね、これ、スポキポキ、これなんですかね。これポキポキ、ポキポキではありません、はい、サラダみたいなのも入ってるね。まずはこの、うん、これ高菜かな、高菜が乗っかってんのかな、なんかそんな感じですね。まずこのまんま食べられちゃうね。あ、うん、このまま、まじまじ、じゃあこれは、じゃあ順番に、うん、この中に入れるスタイルでいいのか。サラサラした、うん、あ、美味しい、美味しいんだ。辛っ、やっぱり辛っ。まあ、このレモンのやつ辛い、こんな、これが一番辛くねえんじゃねえかと思って言ったら、これが辛いわ、もうすでに、うん、うん、でも美味しい、辛いけど美味しい。この大盛りの方が税抜きで1100円ですね、うん、で次チキンいってみましょうか。すごい、これチキンです。
感じがある。これがこれはチキンゴロットですね。うん、あ、これ好き。このどれいったの？これ辛いけど、あ、レモンだ辛い辛いよね。あ、レモンが辛いのか。あ、鶏肉のやつはそんな辛くはないかな。ていうか レモンでやられてる香辛料がすごいね。いや、そういうもんですよ。喉に入ってきましたけど、うん、味がすごい美味しい。うん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 。じゃあ次、今行ってみますね。行ってらっしゃい。うん、あー、美味しい、これは。うん、これいただきます。へえ、すごい、ま、満席だった。そうでしょう、やっぱり、うん、いただきます。これね、いやー、わ、美味しい。キーマ食べた？あ、まだ。キーマうまい。いってみます。やば、キーマやば。このセットでおいくらなんですか？その大盛りじゃない方で1,000円、大盛りの方で1,100円。まあ大盛り100円増しってことだね。うん、あ、じゃあ結構お得ですね、こんな3種類も。うちの米あんだっけ？うちの米はない？あ、ある？うん、ある。激辛と激辛、まあ、勝手に激辛って言ってますけど、辛いレモンのやつ。うん、うん、あ、辛いけど、まあそうね。あと卵もあります。うん、キーマも美味しいけど、うん、順位をつけると3番目です。あ、そう、うん、これはだからあれだよね、好みだよね。うん、うん、ね、何が一番？うん、このチキンかぶっていってみよう。チキンとこのレモンのやつはちょっとチキン、どっちがいいとは一様に、両方とも美味しくて、うん、これでもあれだね、美味しいですね。美味しい。あの、今までのカレーの中でどうですか？食べてきたカレーの中で、うん、覚えてくる。いただきます。うん、あ、チキン美味しい。うん、うん、辛いけど、うん、キーマよりそっちの方がいい。味が美味しい。あ、辛いけど、あ、辛い。キーマも辛い。うん、チキン美味しいね。うん、美味しい。うん、なるほど。うん、あ、お魚だこれ。そう、白身魚とレモンのカレー、うんうん、え、なんかこれ、うん、なんだろう、辛いやつかな、この緑のやつ。シシトウか青唐辛子かってこと、うん、そうね、うん、あ、食べた？いや、まだですね。死ぬんじゃない？死んじゃうかな。ちょっと食べてみようと思う。あ、そう。ちょっとかじって。あ、これはもうシシトウではないですね。その大きさは。でもいいんじゃない？食べて。うん、あ、でもピーマンっぽい。なんだ。あ、大丈夫です。あ、これ分かんないけど。これのことね。これは辛くない。このこっちがシシトウなのか。青唐辛子なのか、てかいずれにしてもすげえ辛い。でも一回慣れますね。あ、そう。うん。すごい。うん。やっぱこのレモンのやつが一番美味しい。あ、そう。やっぱ女性にはね。人気ですか？
あれなんじゃない、レモンがさっぱりとして、うん、そうかも、ね、いいのかもしれないですね。ただなんか辛さが、はあ、すごい、いただいてます。辛さがすごい、うん、ちょっと人参とか食べたりする、うん、な、あ、汗の出る辛さだね。汗とか出てくるね。ね、あとはもう鼻水、鼻水がすごい。鼻水出てくる。鼻水が出るからさ。うん。うん。あのね、すぐ売り切れてね、閉まっちゃうんですよ。え、どのくらいで？分かんないけど、俺がね、2時ぐらいに行った時にはもうね、大体やってないんじゃないかな。あ、うん。うん。ランチで、うん、10、11時半とか分かんないけど。にスタートして2時ぐらいなんじゃないかな。なんかしかも毎日やってるかどうかもね、あんまりインターネット上だとあんまりよくわからない、うん、感じで。話によると、うん、夜はやってないって言ってた、うん、夜はやってないんだ、うん、まあ、コロナの影響なのかどうなのかはわかんないけど、夜やってないんですって言ってた。お魚入ってる、これ、うん、わかりますか、なんか白身魚って書いてあった。こんな感じになりますね。